明日はね、東海関東で警報的な大雨だということですね。これはもしかしてストームということなんでしょうか。ということで、本日の陰謀論ニュースを始めたいと思います。明日ですね、4月9日の朝方3時半ぐらいになると思いますけども、アメリカではね、日食ということですね。この日食が何か非常に不気味なものであってですね、なんか10兆匹のセミが何か何百年ぶりかにこの出てくるとか、この惑星のこの直列に並んだところから何かこの悪魔の彗星が現れるとかね、もうとんでもない変な噂が流れておりますが、もう本当に陰謀の匂い満載ということの日にちがやってきそうな感じですね。すべての陰謀はね、マネーの動きを見ればわかるということで、とりあえずこれ銀の上場投信なんですけども、本日ですね、これは 6% ぐらいですかね、急激な上がり方を示しています。もうこのあたりから言ったらまあ本当に急騰になりますね。週足の動きですね、劇的なので見てみましょう。すごくわかりやすいですよね。特にこの1、2、3、4、5、6週間ぐらいの動きは本当にもうすごい動きですよね。もうとにかくなぜこのように金銀が暴騰しているかというね、その理由を考えてください。ね、そうすればもうこのね、水面下で何が起きているかということはまあ想像できるのではないかと思いますね。これは株価ですね。日経225なんですが、まあ私は今日あたり日銀が何か言って下がるかなと思ったんですけど、とりあえずまだ今日は大して動いてません。で、まあ明日の日食とね、まあ国内では暴風なのか大雨なのかわかりませんけど、まあストームをやるらしいので、まあ明日はね、何らかの変化が起きるであろうし、もうどさくさに紛れて日銀が何か言ってね、パニックということがなんとなくね、予想されるわけですね。本日ですね、4月8日月曜日現在なんですが、まあこれあくまでネット上の噂なんですが、トラッシュがですね、横田基地に来ているという説があります。トランプと書いた飛行機が来ているらしいんですね。例の放送をまあ彼がやる担当になっているということがまあシナリオとして言われておるのですが、そこでまあゲサネ作法ですねを発表するのではないかという期待感が高まっておりますし、期待が高まって金銀がねあのような動きをしているというふうに考えますと、まあそれはそれでまあなんて言いますかね、辻褄が合うと言いますか、信憑性のある話であるとは思います。そしてトラ氏は同時にですね、ウクですね、ウクに、終戦、まあ、戦争やめてくださいと、もう終わりましょうということで領土割譲案をまあ提案したということですね。でまあわからない人にとっては、いやバイの方がね大統領なわけだから、トラさんが何言っても関係ないだろうって言うんですけど、どうもそのね、不正なね、何かがあったということを考えますと、いまだに実権を握っているのはこっちではないかというね、そういうこともありまして、その当人からこのウクの話をね、まあ、ここで線を引きましょうという話が出たということになりますね。そして今度は中東の方なんですけども、これは土曜日の発表ですが、アメリカとイランですね、この2国で仮にですね、イランがイスの方を攻撃したとしても米国は介入しないという合意がなされたということですね。このイスの国ですね、こちらはですね、もうイギリスからもね武器の提供を止められましたし、このようにね、まあこの米国からももう助けてもらえないというそういう状況になりました。それで大使館からもね、なんていうんですか、この大使が引き上げたりしておるらしいので、もう事実上その、イスの国家はね、破綻してるんじゃないかという説がありますね。
で、まあ、破綻しているかもしれないけど、まだこの、なんて言いますかね、国内で、まあ、やばいことやってると。まあ、一体誰が何やってるかって話なんですけども、おそらく C0R の工作員が、まあ、内戦的なテロやってんじゃねえのみたいな話で、でまた周囲のね、国家にもちょっかい出すもんですから、まあ、最終的にはイランが、とどめを刺しに行くと言いますか、まあ、イランの背後におりますね、ブリックス同盟が、まあ、叩きに行くんではないかという想像が膨らむわけですね。こういった中で、その、まあ、アフリカは、ジンバブエが、ゴールドバック通貨を発表しました。これは公式発表ですので、いよいよですね、金銀が、裏付けとなったね、金銀資産のなんとか性ってやつなんですけど、まあ、要するに先ほどね、ゲサネサ RV って話なんですけど、まあ、そういった公の発表が、まあ、一つね、スタートしましたね。で、このジンバブエという国は、まあ、なんという国かと言いますと、まあ、ただのね、アフリカの貧乏な国というふうに、思われているんですけど、実態は違いまして、もうすごいその、金塊やらダイヤモンドの鉱山というんですか、そういうその、鉱山資源がものすごくあるんですね。そういう国に限ってですね、なぜか内戦が起きてしまって、国家が崩壊してしまってね、超インフレが起こってめちゃくちゃになってしまうという、なぜかそういう国はそういうことが起きるんですね。これはアフリカでも中東でもそうで、地面を掘るとお金が出るところには必ず何かC0Rみたいなやつが来てね、赤組と白組に分けて武器を売って、なんかね、大騒ぎして、結局その国家を乗っ取ってしまうわけです。そういうことがあったので、このジンバブエという国のね、通貨は極端に、安くなってしまいまして、なんかこの桁がね、めちゃくちゃ大きいわけですよ。で、1兆ドルとか10兆ドルとかそういう桁のお金ができてしまったのですが、逆に言えばですね、アメリカからすれば、1兆分の1ぐらいの値段で、このジンバブエの金とかね、鉱山資源が買えるという状況を作ってしまったわけですね。まあ、これは中東の国がね、戦争を仕掛けられて、石油資源を、まあ、略奪されたのと全く同じパターンなんですが、その国がですね、自分たちの国で、自分たちの資源を元とした通貨を発表しました。そしてその桁なんですけども、これがこの桁をですね、その1兆分の1から元へ戻しますと、いよいよそのまあ、ね、評価が変わったということになるんですが、おそらくこの評価が変わったという発表が、ジンバブエ、からイラク、あとどこやった、ベトナムか。ね、このようにまあ、まあ、とにかく資源があったために戦争を仕掛けられてしまった国ですね。そういうところでまあ起きたら、まあいよいよこれがまあ、リセットですね。ハザールの中央銀行が、この金融奴隷支配していたというね、そういった出来事に対する完全なリセットになるわけですが、まあそうなりますと先ほどの金銀ですね、一体どのくらいまで行くんだっていう話なんですけども、少なくともね、私はこの100円銀貨を数年前に200円前後で買ったんですが、先日ヤフオクのね、オークションの最終終わり値見とったら、350円くらいですね。1個あたり350円くらい。ですからまあ、2倍とまではいかんけども、まあ 1.5 倍以上ですかぐらいになってるんですけど、今日1日でまたあんだけ上がりましたんでね、まあ、このままどこまで行ってしまうのかわからない状態ではありますね。ですからもう、私も余計なことを言って、皆さんは混乱させるわけにもいかないし、間違ってた時に本当に責任が取れないので、まあ、上がるんじゃないのっていうぐらいであって、今のところけど、安値から2倍ですよね。2倍どころじゃないよねっていうことは言っときますけど、だから今からでも遅くはないのですが、しかしね、僕もね、こんなん200円で買えたものが350円になっちゃうと、なんかもう買う気がしないね、なんか。本当は買わなきゃいけないんだろうけど、なんかこう、なんか持ってねえなって感じがして。で、それで、あんまり元手がないよと、ね、1枚350円は高えじゃんっていうね、それもこれ、額面100円だしっていうね、
100円のものを350円で買うってこと自体がなんか許せんっていう人たちに対しては、これでどうですか、これ今日これ1本あの仕入れてきました。でこれは何かと言いますと、あの10円のロールですね。で、10円ってね、今ね、両替するとあのお金取られるんですけど、まあ金融機関でね。で、あのどこの金融機関でもそうなんですが、50枚まで、そこの金融機関に口座があり取引のある人ですね、50枚までは無料で、交換ができますよと。で、51枚目から、何だな、51枚目以上からは500円ぐらい、550円だったかな、の手数料がかかるということなので、ですから例えばね、郵便局と大垣共立に口座があるという人は、2件回れば100枚は、ただでね、両替ができるということになりますね。で、まあ10円は10円です。で、10円としてもまだ使えるし。ただなんでこんなことやってるのかっていう話なんですけども、まあ、金はもう、もはやね、数倍に上がってると。銀もまあ2倍ぐらいになったと。じゃあ次なんだっていうことですね。そうすると、まあ、銅じゃねえのっていうことで、実際銅の取引価格が上がってるんですけど、まあこの理屈については、まあ前々から言ってますけど、ハザールマフィアの中央銀行がちょっとね、めちゃくちゃお金を印刷しすぎたもんで、実体の金属の方が本当はね、価値があったんだよっていうね、まあ簡単に言うとそういうことだと私は思います。それで、とりあえず明日ね、何が起きるかっていう話についてなんですが、もうこれは陰謀論的なね、妄想として聞いてください。起きなければそれが一番いいのですが、その、かといって何も起きませんと世の中は変わりませんので、その、まあ、なんて言いますかね。まあ、日頃言ってるようにハザールマフィアという悪いね、変な、やつらが、その、支配者そうなんですけど、そこから、それではいなくなってほしいというね、まあ、そういう意味でいいことが起きてほしいなという、そういう願いはあるのですが、彼らもやけくそになって最後ね、悪さをする可能性は、多分にありますので、そこだけ気をつけようということですね。それでアメリカの日食の話についてですが、セミがね、10兆匹出てくるとか、その、彗星が何直列に並んだ時に悪魔が現れるとかね、まあそれはないですわ、多分。ね、NASA がロケットを打ち上げるとか、そんなまあわけわからんこと言っとるけど、まああれは脅しであって、もはやそんな変なことはできないだろうと言われております。で、あり得ることですが、おそらく停電があるだろうと。で、停電があった時に、その、電源ですね。普通の電気から、量子ですね。まあ、フリーエネと言ってもいいと思うんですが、そういったですね、この、まあ、新しい世代のエネルギーに切り替えが起きるのではないかと。停電の隙にそれをやるのではないかと。で、それで金融も、そういったね、量子のシステムですね。そういうものに切り替えるのではないかという予測が、されていますね。で、あと、こう、金融なんですが、まあ、その、こういった、ショックが起きますのでね、ドルの崩壊につながるだろうと。で、まあ、この、前から言ってますけどね、ドルという、まあ、基軸通貨と言われていた、ね、ハザールマフィアの、まあ、お金がですね、紙になるっていうね、あのお金が紙になった代わりに金銀が上がってるわけですね。そういうふうに考えると、まあ、わかりやすいのではないかということですね。そのきっかけを作るのが日銀であって、まあ先週ぐらいからちょこちょこね、植田総裁がその、ね、利上げようみたいなね、インフレだからみたいなそういうことをちょこちょこ言ってますので、明日あたり突然ね、利上げしますと。で、まあ仮にしたとしましょうね。しても、例えば、為替の方がね、円高に動かないぞってなった時に、うん、この為替介入のお金をどうやって作ろうかってなって、アメリカ国債を、まあ、じゃあ売りますわという話をしたときに、まあ、クラッシュが起きるのではないかという、まあ、そういったですね、シナリオが考えられますね。で、この金融がドタバタしているときに、なぜかですね、やはりこのイランがね、イスの方を攻撃してしまいまして、第三次のうんぬんかんぬんが勃発してしまうのではないかと。ね、そういうことも予想されますし、なぜかアジアの方ではね、北の将軍が38度線を渡ってくるとかね、台湾にこの有事があっていうかね、そういうこともなぜか起きてしまうと。
で、まあこうね、金融はクラッシュするわね、まあ戦争は起きるわってことでね、うわぁ、なんだこれ、この世の終わりだみたいな時に、エアフォースワンが飛び立ちまして、そこから、トラッシュがメッセージを発するということですね。で、それはまあ、なんて言いますか、このね、これから7つのお話をしますので、皆さんね、ちょっと家に帰りましてね、しっかりと聞いてくださいと。ね、で、そこからはですね、まあ、実はこのね、地球文明は、変な人たちに乗っ取られていたんですよと。この証拠をこれからね、テレビでやりますんで、5時間以内に家に帰ってくださいっていう話かなと思うんですけど、で、10日間のロックダウンと言われてますが、アメリカのね、国の中では、もう高速道路は全部止めてあるらしいし、全部の州にね、州兵が出ているっていうことらしいですから、もう完全に準備はしてあると思いますね。で、アメリカはどうしてもね、移民があんだけ入りましたので、テロリストもたくさん入っていると思うので、非常に緊張した状態になると思いますね。本当にまあ、我々にできること少ないですがね、本当にアメリカのために祈ってくださいとね、そういう気持ちだと思いますよ。本当に民間の人のね、犠牲がないように、もちろん今ね、中東で起きていることもそうなんですけど、もうこれ以上彼らが暴れないようにっていうことはね、本当に祈るような気持ちでね、まあ、実際祈れる方は祈ってください。そのように思いますね。そして、まだ残っているマフィアを、まあ、軍がね、大量逮捕を行います。そして、人間も捕まえますけれども、口座の差し押さえも今やってるみたいですね。で、3月31日の時点で、ISO20022 というのに基づき、中央銀行は、量子金融システムに移行したということのようです。ですから、個人の銀行口座もそれによって移ったということらしいにしておいてください。これはね、絶対という保証はできません。オーストラリアなどでは、鳥なんとか騒ぎですね。列になってみんながその ATM に並ぶというね、そういったことをやってるらしいというニュースも出ておりますので、当面の生活費はやはりね、引き出しておいた方が無難かと思われますね。ロックダウン10日間になるのか、日本ではそこまでにはなられないのではないかとは言われておりますけれども、まあこれについても起きてみなければわかりませんし、皆さんのお住まいの地域がね、非常に治安のいいところならいいんですけども、何かね、やばい人たちが隠れていて暴れたとかね、そういうことがあるといけませんから、万が一の時はね、やはりこの、外へは出ないのが無難かなというふうには思いますね。アメリカではね、シンプソンズというね、アニメが、まあ、この陰謀論的にですね、この非常にこの注目されてるんですけど、これはですね、なんか未来がやたらと当たるというね、その予言のアニメなんですね。で、このシンプソンさんがですね、まあ、この、これからこんなことが起きるぞみたいなことをですね、こう、まあ、アニメでね、まあ、言ったりとか、実際それが起きたりするんですけど、ですからそういうシンプソンズのこのアニメで放映したといいますかね、発表したことが実際後に起きているということで、一体このアニメを作った人はなんでそんな予知能力を持っているのかっていう話になってるわけですよ。で、このアニメはおそらくハザールマフィアの予言だと思いますね。予言もしくは予告というふうに、考えられます。で、それを今ね、アライアンス側が奪って、まあこの都合が良くというかな、こちら側に、まあ、都合よく一般大衆のに警告のね、意味を込めて、まあ、このアニメを、まあ、テレビ放送してるのかよくわかりませんが、インターネットではね、X ですね、TwitterX で見ることができます。投稿してる人がいますのでね。で、最新のものですと、我が国のキッシーダー総理ですね、を乗せた日航機が墜落するというね、そういったアニメの場面がありますね。それでね、岸田氏は今日本にいるのか、それとも本当に飛行機に乗ったのか、そこは僕はわからないんですけども、まあ一応アニメでは墜落するようです。それで、
この墜落と同時ぐらいですかね。ここで、やはりその、世界同時の、まあ、なんとかな、あの、放送が始まるみたいな内容になったと思うんですけど、ここで、やはりですね、あの、世界中のですね、政府が、やはり不正なね、不正ななんかで、まあ、選ばれた議員っていうんですか、そういうことがバレてしまい、すべてが解散ということになり、まあ、一応軍の管理になるというようなストーリーのようですね。ですから、やはりこのシンプソンアニメでも、まあ、この日食とですね、例のこの放送ですね、が、まあ、ほぼセットというように考えられているようで、やはりこれ、それアニメ通りに行けば、近いかもしれないというね、っていうかもう本当に明日なんですけど、そのようになってます。で、アニメとか映画でこういった予告のようなものがね、時々出てまして、その、ハザールが作ったね、例えばその、なんですか、ハリウッド映画の中にもね、よくね、911とか311とかそういう数字とかよく出てくるんですよ。で、これはどういうことかと言いますと、彼らはね、その、まあ、予告と承諾という考え方を持ってまして、その、妙なところでね、銀河法典を守っているんですけど、これからこういうことをやるけど、皆さんいいですかと、ね、地球人の皆様納得してもらえるっていうことを予告するわけですね。で、私たちがそれに反対しますとか嫌だからやめてくださいとか言わなければ、あなた方が承諾したんだからやるよっていうね。だから自分たちは悪いことやってませんっていう、そういうことを言ってるわけ。これが彼らの論理なんですね。で、有名なとこで行くと、イギリスでロンドンオリンピックがあったんですけど、あの時の開会式の時にね、あの開会式のまあ映像どっかで見れたら見ると面白いんです。面白いというか、まあ非常に不謹慎ですけど、よくわかるんですけど、今から思うとね、2015年ぐらいだったと思いますけど、あの時点で開会式でその、看護婦さんと子供たちが現れて、そこにウイルスみたいなね、ボールみたいなやつが現れるんですね。ですから、あの開会式が、今後ね、2020年頃にわたって私たちはウイルス騒動をやりますよと、世界の皆さんいいですかということを、まあ、彼らの論理でいきますと、私たちはその、予告しましたと。そして世界市民が反対しなかったので、承諾したんですね。だからやりましたというね。それが彼らの、まあ、理屈なんだそうですね。ただまあ、その彼らの理屈もですね、今この、ね、ファの製薬ですね。ファなんとか製薬が、ニューヨーク株式市場で上場廃止の準備をしておるらしいと。それからイタリアでは厚生大臣、まあね、厚生庁の、省の長官みたいなやつが、辞任ですか？辞任なのか、なんか、逮捕されたのか。まあ、理由はあれですわ。ワクワクですわ。ワクワクがやばい薬だっていうことが、もう今世界的にこの、認識されておりまして、日本では一生懸命それを紅麹のせいにしようとしているんですけど、証拠が出てこないわけですね。ということで、まあ、すべての出来事に関して、もうそろそろこの、終了かなというね、結末が見えてきたのではないかと、まあ、陰謀論者の人たちが盛り上がっているわけですね。ということで、とりあえず、まあ、明日一日というかね、今日の、なんですか、深夜3時頃から、まあ、大きな出来事が起きなければ、無事ね、ハザールのこの攻撃を退けたということで、その後はね、おそらくこの、ゲサネサ RV の発表につながっていくだろうと、そのように思います。で、彼らの手法はいつもね、脅してですね、パニックを起こす。そして、私たちね、人類の集合意識を下げて、ネガティブコントロールするというね、これが彼らがいつも使ってくるトリックですから、事前にね、外れる予想もいっぱい、私も、喋りますし、まあ、こう、アライアンス側もね、外れる予想もいっぱい出るわけですけども、一応、奴らが、まあ、なんていうんですかね、取ってきそうな、手法は、まあ、全部、ね、もう準備しましたよと。ね、何が来ても全然驚きません。ね、またね、バカな偽旗作戦やっとるね、と。こちらはもう全部知ってますよ、ぐらいね。そのぐらいに捉えてね、おりますと、自然消滅するというね、そのレベルになってきてると思いますので、まあ、まあね、今晩あたりですが、まあ、準備は万端にしまして、
まあ、なんて言いますかね。まあ、むしろこのね、本当のこの人類の夜明けというものをね、待ちたいものだと思いますね。以上でございます。